シャボン液ができたら、まず最初に、ドームを作ってみましょう。シャボン玉は普通、こうやって球体のように丸くしますけれど、お盆にくっつけると、半分、ドームの形のようになります。さあ、まずは、ドームを何個作れるか、頑張ってみましょう。ティッシュなどね、触れば、すぐに割ることができます。手で割ろうと思っても割れにくいシャボン玉なのでなかなか割れません。割りたいときはティッシュで触ります。さあ、何個シャボン玉のドームができるでしょうか。シャボン玉とシャボン玉がくっつかないように離して作りましょう。1,2,3,4,5,6,7,8 個できました。次はくっつけて何個つながるか。12個、イモムシみたいにつながりました。全部つなげてしまいましょう。これで14個、ドーナツみたいにつながりました。最後はお盆を埋め尽くしてしまいましょう。ドームをあんまり大きくしすぎると表面の膜が薄くなりすぎて割れやすくなってしまいます。これで2段できました。なかなか3段作るのは難しいです。一応これで3段できました。次は4段に挑戦です。妙に滑って勝手に動いていっちゃう。なので机が傾いているとまた難しいです。2段。